主熊本藩細川家9代。もともとは、同国土藩細川家の出身で同藩の第6代藩主であった。この当時は、藩祖、細川律高の一字をとって、細川律令を名乗っていた。律公は、熊本藩初代藩主、忠都の異母帝であり、その子孫である律令が、熊本藩主家を継いだことにより、この家は、忠都の母。 細川ガラシャの血を引かない家となった。法暦5年4月26日、宇都藩第五代藩主、細川沖文の三男として生まれる。母の長昌院は、同年内にハニヒを生んでいるため、現実的に考えれば、これと双子として生まれた可能性が高い。長慶の胸部が創生したのに伴い、法暦12年3月18日、父、凶文の着手となる。 明和8年2月15日、将軍、徳川家春に敗越する。この頃に元服して立例と名乗る。明和9年1月25日、父教文の隠居により、家督を継いで、宇都藩主となり、12月18日に、十五位師た、泉守に除任する。宇都時代には、犯罪制裁権のために契約を行い、 天明の大飢饉で大被害を受けた時には、休眠救済に尽くした。天明7年9月19日、姉、歌い大院の夫である本家の熊本藩主、細川治年が実施がすべて失って死去したのに、伴い、知年の議定である律令が養子となって、後を継いだ。これに伴い、う藩の藩主は、長男、律これが継いだ。同年11月15日、将軍、 徳川家成に拝謁する。同年12月16日、14日した、自重に昇進、将軍、徳川家成から、返旗の授与を受けて最古庫に改名した。熊本藩主時代には、先々代の名君、重方以来の名神を投用して、倹約を、主とした、犯罪制裁権に乗り出す。完成4年10月には銀札を発行して、犯罪制裁権を目指したが、 これが不守備に終わって、今日は2年には五人所騒動が起こった。しかも、江戸の判定が消失するなど、結局は出費も重なり、犯罪制裁権には失敗した。文化7年11月10日、三男の聖樹に家督を譲って隠居し、天保6年10月23日に死去した。去年81。ありがとうございます。